こんにちは、かおりんです。久しぶりの動画になりましたが、と3月21日をもちまして、と動画投稿が10年目に入りました。あと、おそらく前回の動画で投稿回数がね、200回を迎えました。ありがとうございます。はい、まあ、その2つをまあ、個人的に記念して、今回はお酒を飲みながらの、まあ、雑談をしていこうと思います。まあ、大まかに言うと、まあ、その1年間のね、振り返りをしていこうと思います。はい、で、今回用意したのはサントリーのハイボール、過去ハイボールを用意しました。まずは、まあ、乾杯からやっていきたいなと思います。よっ、よし。そしてね、ストローを用意しましたので、このまま飲めるようにしました。あ、まだやってないわ。はい、それでは、それでは、10年目入りました。あと200回投稿も達成いたしました。皆さん、いろいろと疲れ様です。乾杯。さあ、飲みましょう。はあ、今仕事の後でもあるから、もうより一層美味しいです。しかも、なんだったら今あれなんですよ、5月2日なんですね。5月2日の月曜日で、ゴールデンウィークのもう間なんですね。なんでまたこんな、今年はね、ゴールデンウィークの並びが本当にいけてないですよね。まあ、こんなこと言っちゃいけないんですけどね、ゴールデンウィークの間もお仕事がもうずっとある人はいるだろうしね、まだ休みがいただけている分、ありがたいなと思ってね、やっていかなきゃなと思ってるんですが、それでもなんでよりによって月曜日がここに間に挟まっちゃうんだろうって、まあ、やらせないですね。しかも今日あんまりいいことがなくってね、嫌なことがあって余計やだダメダメ、記念すべき投稿だから、ちょっと明るい感じでいかないとね。そして、まあ、私雑談が苦手なので、私の YouTube のね、チャンネルを開いて、一つ一つのこう思い出とか裏話的なのをしつつ、お話をね、やっていこうと思います。いや、お酒が美味しいからもっと飲んじゃうそんなこんなで、はい、自分の YouTube チャンネルが開けたんで、早速見ていこうと思います。一つ前のというか、前回の、だから9年目入りました動画がいつやろ、あった、投稿9年目って書いてあるわ。186回目か。ちゃんと1年の振り返り&日本一下手な恋愛トーク恋愛トークをね、してるんですけど、もう自分で編集してて、これ恋愛トークなんかなって、あー、ご飯が炊けそうになってる、これは恋愛トークなのかしらって思いながら編集をして、これ需要あるって思いながら投稿しましたねまあまあ、なんか YouTube ってなんかカップルチャンネルとかあるし、なんか恋愛系の動画投稿してる人はすごい投稿してるんで、それに憧れて、ちょっとまあ一つは、こう一回はやってみたいなと思ってたんですけど、まあ向いてなかった、向いてないっていうのが分かりましたね。これでは今ちょっとご飯を炊いてて、
ご飯の炊ける音が時々入ってしまうかもしれません。さあどんどん見ていくと、187回目は田舎ライフをしておりまして、ちょうど今のシーズンのあれだわ、今のシーズンよりちょっと早いか、もう今5月なんですよね。フキノトウとスミレの咲く小道っていう動画上げてるから、フキノトウが咲くってことはもうちょっとあれよね、前ですよね。4月、あ、3月だわ。3月に春関係のね動画上げてる。そうそう、私この田舎ライフのシリーズの動画作るの好きでね、っていうのも自然を見るのがすごい好きだから、この時も自分の実家の畑の様子をね見に行ったんですよ。ちょこちょこ見に行ってるんですよ今でも。多分これの動画の後は田舎ライフが上がると思います。4月にと動画撮ってきたんですよ、実家帰った時にね。で、188回目が新シリーズを作りまして、激辛チャレンジっていうのをね始めたんですよ。辛いものを食べるっていうね私辛いものが好きなんでね。あとこれもまた YouTube でも結構辛いものに挑戦してる人多いじゃないですか。いや、私も辛いもの好きだししたいなと思って。で、蒙古タンメン中本を食べたんですけど、なんかそこまで辛くなかったなっていう印象があるんですよ。食べながらはなんかいいリアクションができるかなと思って食べてたんですけど、意外と辛くないと思って。食べたことあります？皆さんどうなんでしょう。辛さって人によっていろいろ違うから、なんか私もなんかこう結構辛いものを月に何回か食べてるので、なんだろう、戦闘力が上がったじゃないけど、ちょっと慣れ始めてるのかもしれない。で、コメントでいただいたんですけど、北極って書いてあるやつはもっと辛いみたいで、それに挑戦したいっていうのもあるし、あとブルダック炒め麺っていうのがありますよね。私あれ好きで実はもう食べたことも何回も何回もあるんですけど、それをね食べる動画も作りたいんですよで、189回目が、はい、ビログです。ビログ作るのすごい楽しいで、この時は、あ、ゴールデンウィークだ、ちょうど今ゴールデンウィークシーズンけど今年撮ってないんですよ。もういや、なんかまとまった休みじゃないしどうしようと思って、でまたコロナだし、なんかあまりイベントを今年全然用意してなくって、で3月2日の前に3連休あったけど、それもまたなんか割と行き当たりばったりでねお休みを過ごしてるんで、今年はねゴールデンウィークのビログ作ってないんですよね。R3 年は去年は温泉に行ったりしてる。で、この温泉入ってる時ね、めちゃくちゃ雨が降ったんですよザーザー雨が降ってね。けど雨が降ってる中温泉に浸かるのって割と気持ちがいいんですよね。なんかこの辺が冷たいんですけど、こうお湯に浸かるとそこがじわっと暖かくなって、で体がどんどん温まってくるじゃないですか。で、その時に雨に当たるとひんやりとして気持ちがいいっていう新たな発見しました。で、ビログ作るのはね結構楽しい、今のブームですね、自分にとってのね。ちょっとまたお酒を飲むという。美味しい。で、190回目はこれもまた私の好きなショートビデオで、美術館へ行こうの16回目投稿してる。そういえば YouTube ってなんかショートビデオだったかショートムービーだったか、なんか新たな何かが始まりましたよね。そう、あ、ショートなんとかって書いてあると思って、かぶったと思ってね、自分のなんかシリーズとねなんか自分勝手になんかショートビデオって作ってるけど、あ、なんか YouTube のシステムになんかショートっていうのがあるんだったら、なんか
こっち側を使った方がいいのかなと思ってるんですけど、まあせっかく昔からショートビデオっていうなんかジャンルをなんか投稿してきたし、まああえて短い動画なんですけどそっちには投稿せず、あのこれからもあの個人的にショートビデオっていう枠でやっていこうかなって思ってます間にちょっと雑談が入りましたが、でこの時はあのムーミンをね見に行きました。ムーミンコミックス展だから、あのムーミンのアニメーションだったっけ、本か、本のことがメインにねされた、美術展でした。私あの北欧とか割とね好きです。北欧カラーとか北欧のデザインとかね、でムーミンにも至る所にそういうのが見られて楽しかった。今年こそはもっとたくさん美術展に行きたいなっていう希望があります。そうしまして191回目はカバンの中身紹介をしています。通勤カバンの中身をご紹介しています。で通勤カバンかなりカジュアルになりましたね最近。最近っていうか、まあ、ここ数年間はね機能性重視です。なんかねポケットがたくさんあるとかね、ポーチに入れなくていいのでそういう面で気に入ってます。あとマチがあることは大事ですね。あのエコバッグを日々持って歩くようになったので、今までにプラスワン荷物が増えたので、マチがある、しっかりマチのあるカバン好きです。また飲んじゃう。で192回目がまたビログをしていて、あ、花金の様子を動画にしてる。なんかこういう何気ない日をビログにするのは割と楽しいですね。しかもまあ仕事終わりでルンルンだしね、この時は。で100円のお寿司食べてる。皆さんお寿司何が好きですか？私は断然あれですよね、サーモンの握りが好きです。であの多分この動画では違うと思うんですけど、スシローによく行きますね。私はスシローに行くことが多い。え、この時はどこに行ったんだとかな、この時はどこに行ったんだろう、はま寿司だっけ。なんかスシローにばっかり行くからなんか名前がねなかなか覚えられず、はま寿司だったと思うんだけどな。でまあそこの寿司屋さんにも私が好きなサーモンなんですけど大根おろしが乗ってる握りがあるんですね。私はそれが好きで、すごいさっぱりして美味しいと思う。で基本的にはサーモンね3貫ぐらい食べる。であとは縁側とかとイクラをよく食べますね。何の情報でしょうかであとはその次の193回目もビログを撮っております。あ、ワクチン2回目を接種した日まだ覚えています。むっちゃしんどかった。あの打って、その時は全然なんともなかったんですけど、でですよ、数時間後、寝てたらもうなんかもうサブサブと思ってむちゃむちゃ寒くなって、寒さで目が覚めたんですよ。でまあ38度とかね、それぐらいの、それを越すぐらいの熱が出てましたね。いやー、まあ、あれがおかんっていうあれなんでしょうけど、もう久しぶりにおかんを感じたので、もうむっちゃしんどかったまあ風邪じゃないから、まあ、本当にあのすぐに熱は引いたんですけど、久しぶりに悪寒を感じたんで、まあもうしんどかったですね。そうで、そうしましたら
194回目はのお知らせの動画を投稿しております。で、まあ、ここでいよいよ、まあ、皆さんに結婚しましたっていう報告がね、ようやくできました。いや、こういう報告ってするべきなのかどうかっていうのはね、ちょっと割と悩みましたね、やっぱり。けど、なんかこういうふうにこう背景が変わったり、例えばなんかビログを外に撮りに行ったりとか、そういう時になんで背景がなんかカーテン変わったのかとか、なんかちょこちょこ出てくるあの人は誰っていう感じになっちゃうと思ったし、やっぱ10年も動画投稿してるのにそういうのなんか言わないのは水臭いよなと思って、そのお知らせ動画作りました。割となんか YouTube でお知らせ動画って言ったら、割となんでしょう、釣り動画多いじゃないですか。なんか、ああなんだそんなことかっていうことでも、なんかお知らせとかご報告みたいなタイトルをつけて投稿される方もいると思うんですけど、私はなんかガチです。はい、ガチで作りました。はい、195回目がまたビログで、クリスマスツリーを実家で飾りました。私もクリスマスすごい好きなんですよね。まあ、クリスマスツリーも好きだし、あの街の雰囲気もすごい好きですね。イルミネーションがキラキラしているのも好きだし、クリスマスグッズで彩られてる雰囲気も好きだし、なんかみんなちょっとワクワクしてませんかね。みんなもワクワクしてるような感じがして、街が踊ってる感じがして、あのシーズン好きですね。そうで、母と一緒にクリスマスツリーをね飾りました。まあ、ツリーを飾るのも本当久しぶりだと思います。今日はちょっと今年は時間が取れたので飾りました。またお酒いただこう。で、196回目がショートビデオの51回目で、2022年の初詣の動画です。最上稲荷に行ってまいりました。まあ、結婚はしましたけど、私一人でどこかに行ったり一人で活動したりすることもすごい好きなので、時々一人でブラッとどこかにきっとまあ行くと思うので、そういう時にね、あのビログとかこういう風にショートビデオでなんか動画にしてみたいなっていうのがあります。やっぱこういうあのお寺っていうんでしょうか、で最上稲荷だから神社、知らないわ私。お寺よね。まあ、こういうところ行くの割と好きだし、そう、こういうなんか年間行事とか結構好きなのでね、こういうところにいた動画とかもね、今後も作れたらなって思います。あの仲見世通りっていうんですかね、こういうところのあの雰囲気もすごい好きなんですよね。なんかちょっとこうノスタルジックな感じがして、なんか胸がキュンとしますよね。で、非日常的だし、そういう点ですごい惹かれる場所なんですよね。で、197回目が、ビログの13回目で直島に行ってきました。もうずっと行きたかったんですよ。瀬戸内の、芸術祭ですね。今年は芸術祭の年ですよね。そう、私はあの芸術祭が始まる、まあ、ちょっと前に行きました。いや、もうなんかずっと憧れていて、インターネットとか本ではこういう作品があるんだなとか、この方が作られたとか見ていたんですけど、まあ、島だからなかなかね、行くタイミングがなくって、ずっと先延ばしにしていたんですけれども、
ついにね、行けたんですよ。もうずっと見たかったっていう作品に、こう自らね、行くことができてよかったです。で、モニュメントを見るのもすごい素敵だったし、美術館に、地中美術館にも行ったんですけれども、もう本当に感動しましたね。なんか厳かな空間っていうんでしょうか。そういう空間を味わうことができました。自ら作品に合うっていうね、そういう空間がなんかこれもまた非日常的だし、なんかようやく会えたねっていう気がして、いい思い出になっています。またたくさん島があるのでね、また行きたいです。で、198回目は購入品紹介です。この時は冬服のセール品ゲットした時のことを書いてみたり、投稿していて、あとはヘアケア系関係ですね。もうね、私すぐ髪の毛が傷むというかね、なんかボソボソになっちゃうんですよね。まあ今もうまとめてるんですけど、もともとこう癖もある上にドライヘアっていうんですかね、乾燥しやすいし、紫外線に当たるともうすぐチリチリになっちゃうし、今こう動画だから伝わらないと思うんですけれども、むちゃくちゃ明るくなるんですよ、髪の毛が日に焼けて。で、大人になったのでだいぶ髪の毛黒いんですけど、中学生くらいまではね、本当に髪の毛が茶色くって、なんか生徒指導を受けるくらいなんか髪の毛が弱くてね、そんな感じです。もう髪の毛には本当に悩まされます。っていう感じで、まあ購入品紹介をしていますね。今後もまた何かあったら、たまったら購入品紹介をね、する予定です。そして199回目は、ここでもお酒を飲みながらの雑談の13回目しています。で、お酒を飲むだけじゃなくって、 おにぎりもね、いっぱい食べた。 これは夫のゆうたくんがしてみたいっていうので 企ててやったんですよ。もう、セブンイレブンだったかローソンだったか忘れたけど、久しぶりにコンビニのおにぎり食べたんですけど、美味しいですね。それが正直な感想。そう、美味しかった、コンビニのおにぎり。なんか普段あまりコンビニに行くことがあまり私ないんですよ。で、おにぎりとかお弁当とかも本当に買う機会がね、あんまないんですけれども、そう、久しぶりにコンビニのおにぎり食べたんですけど、美味しかった。 また食べたい。 で、この動画でほぼ初めてですかね、旦那のゆうたくんもね、ちょっと喋ってみて、ものすごい緊張してて、この人大丈夫って思いました。 けど、いい思い出になったみたいです。ずっと見る側だったのでね、ゆうたくんもかなり YouTube をよく見ている人で、で、まさか自分がね、この視聴者側から動画に登場する人になるなんて思わなかったみたいで。 いやけどね、いつ私 YouTube やってるよっていうのをね、これ人に言うタイミングってね、なかなか難しいんですよね。私は何でしょうね、今私が YouTube をしているって知ってるのは両親でしょ、で、おばあちゃんでしょ、で、弟でしょ、で、弟のお嫁さんで、
まあ、亡くなったおじいちゃんもちょっと知ってるでしょうね。あとは新たに音の裕太くん、もうこれだけなんですよ。いや、あといとこも言ったかな、関わりが深いいとこも知ってるか知らないかぐらいの、もう本当に身内だけしか知らないぐらいなんですよ。むちゃくちゃ仲がいい親友と言えるような子でも別にこう YouTube のことは一切話してないんですよ。なんかすっごいこの YouTube のチャンネルっていうのは私にとってすごいパーソナルなもので、そうなんですね、あんま全然言ってないんですよ。友達とかにも言ってない。本当に私がなんか楽しむ場所っていう感じそれと本当に心許せる自分の家族と新たにあの家族に加わったゆうたくりだけ言っていますであとはあの視聴してくださっているあの皆さんのなんかすごい大切な場所っていう風に思っていますですね、そんな感じですね。じゃあちょっと200回目に行く前にじゃあお酒をもうちょっと飲もうとね、3分の2くらい飲んじゃった、あと3分の1くらい。ちなみにこれはサントリーのハイボールなんですけど、これノーマルなやつもあるんですが、私が好きなのはこの濃いめっていうやつです。でアルコール度数が 9%、 これがね一番好き。さあ、そして、200回目が、ビログの19回目で倉敷桃子に行ってきました。倉敷市、岡山県は倉敷市にある美観地区っていうところがあるんですね。ググっていただくと倉敷市で、倉敷市観光でググっていただくと、もうほぼ一番上ぐらいに出るんじゃないでしょうか。美観地区っていうね、とっても素敵な観光名所があるんですね。白壁の町です。で、まあ、建物も、まあ、非常にレトロ で、あの川が流れておりまして、とても、まあ、風光明媚であります。でそこに倉敷桃子っていうスイーツ屋さんでしょうか、お店があって、メインは多分パフェ、スイーツですね。パフェが一番かな。あとケーキなんかもあったと思います。あとジュースもあると思います。でお目当ては季節限定のパフェなんですね。で私が行ったその時はあのいちごパフェが季節限定で、まあ、名物になっているんですよ。でその中でも白いちごのパフェが、まあ、特にメインになっているのかな。すっごい美味しいんですよね。むっちゃ甘いんですよ、いちごがね、あの特に白いちごが、まあ、それもあの旦那さんが、夫がね教えてくれて、ここのこれがすごい美味しいっていうので、そう、私は去年デビューしました。春になったらこのパフェを食べるっていうねルーティンができそうです。でまあゆうたくんはそれよりも前から通っているそうです。一人でも来たことがあるみたいだし、違う誰かと来たこともあるみたいですいや、あのもしあの同じ私と同郷の方がおられましたらね、ぜひ行ってみてください。ただ金額は高いです。2500円とか600円とかそんくらいはしますので覚悟を決めて皆さんぜひね行ってみてくださいね。はい、それが、まあ、200回目で、今ある動画のラストの動画です。はい、とりあえず振り返り終了しました。そしてまたお酒を飲むと。
美味しい。さあ10年目が始まりました。そうだな、この10年目はどんな1年になるでしょうね。とりあえず今は新生活を頑張っています。うん、なのでまあ今後投稿したいこと、いろいろ今ね構想を練ってるんですよ。まあせっかくなんかまあ YouTube と共に人生を歩んでいる感じなので、まあ今お仕事も頑張っているんですけれども、まあ主婦業も始めたので、変わらず節約とかお金関係のことも投稿したいなと思っているし、できたらお料理系の動画とかもしてみたいし、なんかルーティン系の動画も撮ってみたいし、ちょっと購入品でもなんかのスーパーでこんなの買ったとかそういうのもしてみたいし、今だからなんかできることみたいなのをね随時してみたいなっていうのがあります。皆さんどんな YouTube 見てます？私今ハマってるのは、あの激辛の動画激辛なものを食べる動画も好きなんですけど、前も言ったかもしれない、あの大食い系のチャンネル見るのね好きなんですよね。で去年ハマったのは萌えあずちゃん、あのアイドルでもあるんですけど大食いもしてる方なんですけど、萌えあずちゃんにハマって、で今年はあのゾウさんパクパクさんっていう男性の方なんですけど、その方の大食いチャンネルにハマってます。時々見ています、結構見ています。あとね、これもアイドル YouTube 系アイドルなんですけど、お子様プレートっていう YouTube メインなんだけどアイドルの女の子6人組がいるんですけど、その動画もよく見てますね。なんかねすごい元気もらえるっていうかね、なんか気持ちのいい若さを感じるというか、いや見ていてすごい楽しいんですよね。なんか笑顔になるというか、自然に笑顔になっていて、いつの間にか、まあ、ひょんなとこから時からなんかおすすめかなんかに出ていたんですけど、彼女らも割と大食いとかそういうのをされてるから、それでおすすめに出てきたんだと思うんですよ。大食いとか激辛を食べるなんか動画よく見てるんでね、もうだいぶ私よりもね年下の女の子たちなんですけど、今その子たちの動画をね見てるし応援してるんですよ。いや末永くなんか動画投稿してほしいなと思っていて、で多分みんな20代の前半から、まあ、半ば後半とかの子もいるのかな。だからそのくらいの年代の子ってね、こう人生がいろいろとこう変わっていくじゃないですか。だからなんかもう解散とかしたら寂しいなと思いながら、その子たちを見て元気を日々もらってるんですね私は。うん。私あの女の子アイドル結構好きなんですよね。うん、アイドルって言ったらまあ男性アイドルもいると思うんですけど、もう断然女の子のアイドルが好き。うん、3、4年前は乃木坂46がもう本当に可愛くてすっごい好きだった。一押しはいくちゃんなんですけど、なんとね夫のゆうたくんもいくちゃんのことがファンっていうか好きっていう風に言ってて、そこでもう一致したんですよ。だからあのいくちゃんのもうそのおすすめ画像をすっごい教えてあげましたね。でいくちゃんね、ちょっといくちゃんの話になっちゃうんだけど、細いじゃないですか、すごく細いんですけど、実は水着になったらすっごい胸が大きくて何の話って感じでしょ。いやそのギャップが本当にもう私度肝を抜かれたっていうか、いくちゃんと思ってね、からあのいくちゃんは実は巨乳なんだよっていうのをゆうたくんにすごい教えてあげて、
そのいくちゃんのそのおすすめ画像とかむちゃくちゃ教えてあげたっていう でもうどうでもいい話ですよね。私乃木坂だといくちゃんがすごい好きです。で2番目に好きなのが星野みなみちゃんが好きでした。もう引退しちゃったんだけどね。星野みなみちゃんがそう好きだったんだけど引退しちゃって寂しいんですけどね。はい、まあ、ちょっと話が逸れちゃったんですけれども、この10年でも自分のこう好きなこととか興味あることをね、動画にしていこうっていうふうに思っています。もうこれぐらいありますけど、もうねお話をすることがもうなくなってきましたので、今回の動画はここまでにしようと思います。ここまでご視聴してくださった方どうもありがとうございました。これからも細々と続けていこうと思いますので、また遊びに来てやってください。お酒も美味しかったです。それではさようなら、バイバーイ。